ただのくるくるくるが今日もマリオメーカーやっていくよ。アスレチック城セカンドステージ、浅川哲人さん。ベストクリアタイム1分57秒、結構かかってるな。クリア率 53%、やられるところはないっぽいんで、諦めてやめちゃう方が多いっていう感じなのかな。わー、これは諦めたくなるコースかもしれない。音符の音がなんか微妙にいやらしい。ここ入るのがまたいやらしい。あー、入れたかな。オッケー、入れた。これはツタに捕まっていくステージ。はい、行くよ。ここです。オッケー、ツタに捕まっていくだよ、みんな覚えた。はい、これでいいのかな。ツタに捕まっていくる。はい、あ、嘘。なるほど、これはみんながやめちゃうのもわからなくはない。わからなくはないが、諦めるわけにはいかないんだ、畜生め。いいんだ、いいんだ、いいんだ。何分かかろうが、クリアしてやればいいんだ。オッケー。もう一個上まで一気に行きたかったな。もったいないな。いけるのかな、いけないのかな。ここです。はい、オッケー。ここ、一気にこのまま、こっちに入っちゃいないかなと思ったけど、無理かな。いける気もするんだけど、あー、また落ちた、畜生め。くそー、イライラする。まあ、そういうステージだからしょうがないけど、落ち着いて、くるくるくる。みんな、冷静なくるくるクールが見たいはずだ。いや、パニックってるくるくるクールが見たいかもしれない。どっちだろう。みんな、どっちのくるくるクールが見たいですか。よいしょ、これでいけるか。っていうか、いくよね。これでいけなかったら泣くよ。はい。なんとか、あ、進めたけど、お得意の逆走コンベア。はい、はい、はい。はい、はい、はい。そして、ここ、逆走コンベア走ってると、喋ることがなくなっちゃうんだよ、浅川さん。畜生め。ここまででもう120秒ぐらい経ってるから、ベストクリアタイムの方はもうそろそろ、最後のギミックにたどり着いてるのかな。これはここを登るのか。はい、お邪魔しますから。もう長いな。スターを降りていって、了解了解。ここで落ちたらシャレにならないんで、ゆっくりゆっくりっていうか、これ失敗した時のやり直しが大変だな。あの扉に入ればいいんだよね。はい、お邪魔します。一発から、あー、来た。くそー。オッケー、オッケー。はぁ、ここはまた壁キックで登っていくる、登っていくる、登っていくる。ほいほいほい、逃げ切ったぜ。そしてまた奴はやっていける。どっかに行ってくれ。ほい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 。あー、落ちた。くそ、これ落ちると辛いね、やり直しが。オッケー。そして、あ、よかった、ゴール。さて、今回は最後はどんなうるさいギミックが待っているのか。多分うるさいギミックだと思うんだけど、違った、壁にすり抜けた。これも新しいバグだね。浅川さん、こういうのを見つけるの得意そうだな。アスレチック城セカンドステージ、浅川哲人さんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくで。今下に流れていたコースから選んでみました。4匹のゴジラ襲来、マリオ VS ゴジラ。あー、なるほどね。何回も何回も行ったり来たりして、よいしょ。ゴジラってこいつのこと？なんだ。じゃあ余裕じゃん。七光じゃん。七光なんか出したことはないよ。うん、よいしょ。ここら辺、ゲイ、鍵ゲットしてお邪魔します。なるほど、鍵と赤コインを交互にもらえるのかな。それにしても長いな。あ、いいね、いいね。一つのエリア行けば赤コインを2枚もらえるのか。よかった。8箇所行くのかと思っちゃったよ。さすがにそれは、おお、びっくりした。
けど、あのアミーボがいっぱい流れてるじゃないですか。ありがたいことに。そのおかげで絶望感はちょっとある。よし、ここら辺で踏む、上に登る、次上に行くのはこいつか。踏め、今だ。あー、踏めなかった。あー、危ない危ない危ない。今のは結構危なかった。なるほど、それにしても七光を倒していくステージ、まさに私向け。よーし、次次、パックンがいたけど、パックンがいるのかな。よっ、こういっしょ、こっちこっち。ここは多少のご利用しが必要な気がする。踏んでこっち来て、はい、アミーボを画面内に一つはキープしておきたい。オッケー、ギリ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 。多分今のところが一番難しいんじゃないのかな。さて、ラストの部屋はどんな部屋になってるのかな。汚い部屋、お部屋かな。これは難しそうだな。羽付きの七光か。これは自分が落ちないように気をつけないといけない。よいしょ、あ、落ちた。あ、戻ってくるの、ずるくないそれ。よっしゃ、この二つのブロックのところでやっていようかな。それにしても羽のついてる七光、ああやって登ってくるんだね。生意気だね。あ、これはやばい、早めに倒すに限る。アミーボゲットして、扉にお邪魔します。ほほー、これで全部のアクコインを回収できたので、次は何が待ち受けているのかな。演奏系コースになってた。すごい出来だわこのコース。もうイネランキングトップトップとか、まあ上位には入っているんだろうな。羨ましい、こういうコースを作るセンスがある人はね。自分も負けないように頑張んないと。4匹のゴジラ襲来、富士線スバルさん、ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくで。はい、ちょっと今日短いですが、最後のコースはこのコースで終わりにしましょう。花ちゃん日和スピードラン、りょうさん。クリア率 12%、ベストクリアタイムは49秒となっております。なんだろう、50秒ランかな、それとも60秒ランかな。まずはいきなり下に落ちてからの、青ドクロは、やっぱりそうだよね。ちゃんと走り続けていかないと置いていかれるスタイルになっている。そして、スピン、オッケー。上に登っていったら、はい、気持ちいい。花ちゃんな。はい。これ多分土管は入れないよね。調べてないけどね。あ、左か。この左ダッシュは覚えておかないとやられるわ。まずは、落ちて。はい、行きます。ダッシュダッシュダッシュ。ダッシュダッシュダッシュ。オッケー。ここのコツにつけてコイン回収してからの、スピン。登って、いいねいいねいいね、気持ちいいね。とりあえずここまでは特別難しいことがない。ここ左覚えて、これは覚えないとやられる。ほい、ポンプジャンプができなかった、畜生め。はい、スピンしてスピンして、フリースイッチ踏んで戻っていく。昨日のね、タックマーさんのコースに戻ればほとんどのスピランコースは簡単になっちゃうんだけども、この先は今走ってるだけだよ、大丈夫かな。あ、投げるのか、畜生やられた。シャン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 、クリスマスじゃないんだよ、早くクリスマス来ないかな。よいしょ、はい、あ、花ちゃん一匹怒らした。よかった、クリアすることができました。花ちゃん日和スピードラン、りょうさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございます。なんかもう一コース気になるな。こちらのコースも遊んでいこうかな。あ、いいね押すの忘れちゃった。スピランりょうたくんさん。ああ、はいはいはい。あの有名なね。はい。どのコースを遊んで、どのコースを遊んでいないのか、あんまり覚えてないけども。まあ多分遊んでないコースかな。ヒップドロップを決めていって、お邪魔します。次右かな、いい感じ。この音符は苦手なんだよな。あれ
どっち？はい。あれ？あれ？あれ？はい？あれ？あ、そうかそうかそうか。何やってるんだろう。今のところ通り抜けできるんじゃないか。今まで一体何回マリオメーカーやってきてるんだろう。これもしかしてタイムアップになっちゃうんじゃないの？おーい。いいね、気持ちいいわ。このまま降りていって、残り9秒でドカン。さすがにこれは間に合わないでしょう。押される、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 押される。やめてやめて、水虫なの。いい。あ、間に合っちゃったよ。マリオタイム。はぁ、あ、言っときますけど、水虫なのはマリオであって、私は水虫じゃないからね。ハッピー&エンジョイな50秒スピードラン。スピラン、りょうたくんさんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。一回みんなチャンネル登録忘れちゃダメだよ。次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。